皆さんどうもこんにちは。インドの今を伝える YouTuber、チャロブラザーズのショーゴです。今回この動画で皆さんにお伝えしたいのは、インド市民権法の改正をめぐるこの全国的な抗議デモです。そしてこの背景には、アッサム州にいる難民の排斥という民族問題と、イスラム教徒への宗教差別という宗教問題とが複合的に絡み合っていて、めちゃくちゃ複雑なことになっています。今回はできるだけわかりやすくざっくり解説しているので、皆さん流れだけ掴んでいただけると嬉しいです。では早速見ていきましょう。では一つ目のアッサム州の難民排斥について、インドのアッサム州に昔から住む住民たちがバングラデシュから流入した難民を排斥しようと長年戦ってきた問題です。アッサム州を知らない人のためにおさらいですが、アッサム州は地理的に言うとバングラデシュとミャンマーに挟まれているインド北東州というところにあるんですね。この地域でアッサム州にどのように難民が流入してきたのか、この歴史をたどると1971年、当時のバングラデシュはパキスタンからの独立戦争の最中にありました。戦争が激化する中、多くの人は地理的に近いアッサム州へ亡命したわけです。その一方、アッサム州では亡命した難民への嫌悪感情が徐々に募っていきます。州内の人口バランスが崩れてしまい、アッサム州が乗っ取られると不安になった住民たちは外国人反対運動を開始します。それから年々激化していったこの運動は、過激派の住民が2000人以上の難民たちを殺害するといった暴動にまで発展してしまいました。そして1985年、住民たちはインド中央政府とアッサム協定という約束を取り付けます。この協定はアッサム州の正式な市民は難民を含まないアッサム州の伝統住民だけと規定していて、難民と区別するために国民登録簿という住民リストも作ろうと約束していたんですね。ところがどっこい、ここでその約束を破ってしまったのが今回の市民権法改正です。モリーさん率いる与党は今回の改正で、この伝統的なアッサム住民ではない難民たちに対してもヒンドゥー教徒を含めた6つの宗教徒であれば認めると言い出しました。さらにはバングラデシュ独立戦争が始まってから来た難民の人たちに対しても市民権が与えられるので、難民も含まれとるやないかいと総突っ込みを食らっているわけですね。こうしてアッサム協定に違反している市民権法の改正について、アッサム住民たちはめちゃくちゃ怒っているわけです。一方、この民族問題に重なって怒っているのが、もう一つ冒頭に申し上げました宗教問題です。モディ政権はヒンドゥー至上主義を掲げているので、独裁的なリーダーシップでヒンドゥー教徒の優遇政策をバチバチ打ってきています。それに伴ってイスラム教徒への風当たりはめちゃくちゃ強くなってるんですね。例えば2019年に起こったカシミール州の自治権剥奪、これはイスラム教徒が多数を占めるカシミール州をインド政府の直轄領にすることでイスラム教徒の暴動を取り締まっているんですね。このカシミール州では今でもインターネットが使えないように言論統制が行われています。そしてアッサム州の民族問題で出てきた国民登録簿、インド政府はこれをアッサム州だけではなくて全国的に広げていくと明言しているんですね。こうなると全国のイスラム教徒は国民登録簿から外れると国外通報になってしまうのではないか、恐怖心を抱くわけです。その結果、今回の激しい抗議活動が全国的に拡大していたわけですね。それでは少し視点を変えてみて、インドの国内世論はどうなっているのでしょうか。実はこの市民権法改正には賛成派もいます。モディ政権を熱狂的に支持する一部のヒンドゥー教徒は、インドはヒンドゥー教徒の国だ、身元の知れない不法移民を排除しヒンドゥー教国家となれば社会が安定すると考えているのです。一方、その反対派には当事者のイスラム教徒やアッサム州の住民はもちろん、ヒンドゥー教徒でもモディ政権の独裁的なやり方に大きな不満を抱いている人たちがたくさんいるのです。ということで、最後のまとめと個人的な感想ですが、今回の市民権法改正はイスラム教徒排除とヒンドゥー教徒優遇のために取っているインド政府の政策がアッサム州の民族問題に混同させてしまっていることが原因だと思っています。2020年には7年目を迎えるモディ政権、そのヒンドゥー至上主義を掲げる独裁政治はインド社会に大きな歪みをもたらしているように感じます。今後のインド経済や外交政策にどのような影響がもたらされるのか、今後も注視して見守っていきたいと思います。では今回のニュース解説はここで終わりにしたいと思います。 See you next time! Bye-bye.